声優ノート。あーちえ、それにしても今年の夏はやばくない？太陽がちょっと地球に寄ってるのかな。暑すぎだよね。そんなことより守る、どうすんだよ。何が？何がじゃないよ、さっきの話だよ。お前いいのか？10代最後の夏なんだぞ。このままじゃ恋もしない夏休みになっちまうぞ。そんな寂しいことあるか？そうだけど。お前今好きな子いるのか？いないけど。ならいいだろ。そういう問題じゃないだろ。ごちゃごちゃ言ってないでデートしてこいよ。守る19歳、大学1年生。夏休みに入り、僕らにとって10代最後の夏がやってきた。この夏を特別にしたいというタカシに、僕は無理やりデートさせられそうになっていた。じゃあ聞くけど、クミのこと好きじゃないのか？絶対友達だったから急には分かんないよ。向こうは好きなんだぞ。それもタカシが勝手に言ってるだけで本当かどうかは。絶対そうだろ。クミのあの言葉聞いてなんでそう思わないんだよ。あの言葉って？言われたんだろ、今度二人で遊びに行きたいって。でもそれだけじゃまだ分からないから。分かるよ、それしかないだろ。でもいいからデートしてこいって。僕とタカシ、そしてクミはいつも三人一緒だった。そんな関係だったのに、突然クミから二人で会いたいって言われた。そんなこと言われたら僕だってクミのことを意識してしまう。でもやっぱり二人でデートはできない。なぜなら、私こそ彼女作らないの？俺のことはいいんだよ。だって10代最後の夏だよ。彼女いなくてもいいの？いいから、お前はとにかくクミとデートしてこい。なら俺もいいよ、3人で遊んでる方が楽しいし。クミの気持ちはどうするんだよ。なぜならタカシはクミのことが好きだから。クミの気持ちが分かりやすいとしたら、タカシはその10倍わかりやすかった。そして数日後、守れ！どうしたの？何してんだよ！何が？なんでクミの誘い断ったんだよ！また3人で遊びたいからだよ。かっこつけんじゃねえよ、一緒にデートくらい行ってやってもいいだろ！じゃあタカシが行ってあげればいいじゃん。俺じゃダメなんだよ。なんで？クミは前のこと。カッコつけんじゃねえ。え？タカシはどうなんだよ。何がだよ。クミのこと好きなんだろ。それはもう分かってんだよ、タカシがクミのことを好きなことくらい。口を開けばクミのことばっかりでいつも心配して、あんなの誰が見ても分かるよ。でもクミはお前のことが好きなら、タカシが告白すればいいだろ。恋しろって言ったのはタカシなんだから。そうだけど、クミのこと考えたら。ごちゃごちゃ言ってないで告白してこいよ。俺クミの気持ちばっか考えてカッコつけてんじゃねえよ。好きなら相手がどうであれまず気持ちをぶつければいいだろ。相手の気持ちの前に自分の気持ちを大切にしろよ。ごめん守、お前の言う通りだ。俺カッコつけてたかもしれない。まずは自分の気持ちを伝えるべきだったな。そうだよ。じゃあ改めて、俺クミのこと好きなんだ。だからこの気持ちクミに伝えてもいいかな？あ、もちろんだよ。ありがとう。じゃあ当たって砕けろだ。俺やってみるよ。あ、タカシ偉そうに言ってごめんね。何言ってんだよ、そんなことないよ。俺がカッコつけてたのが悪いんだから。
し。それに偉そうに言ってほんとごめん。お前のおかげで目が覚めたよ。でも本当は振られた時はカッコつけてるのは俺なんだ。めちゃくちゃ慰めてくれよな。好きなら相手がどうであれまず気持ちをぶつければいい。まあ多分振られるしな。俺もタカシと一緒で。おい守る、目の前の好きな人の気持ちばっかり考えて何もできないでいるんだ。どうした急に黙っちゃって。だからごめん。カッコつけてるのは俺なんだ。守る。どうしたんだよそんなマジな顔して。なんでもないよ。よし、じゃあ早速俺クミに気持ち伝えてくるよ。タカシ頑張れよ、応援してるからな。ありがとう。じゃあ後でな。あ、待ってるよ。行ってくる。タカシの背中を見送りながらいろいろ考えた。俺もいつか相手のこととか考えずに気持ちを伝えることができるのかな。でも今は好きな人の幸せを考えよう。タカシがうまくいきますように。まあうまくいったらいったで複雑なんだけど、それにしても今年の夏はあっちいなぁ。